プレゼンのメンバーはみんな年下でしたっけ？そうですね、僕今年27なんで、はい、銀太と脇が同い年で3個下で、ホイと丸が4個下です。そうですね。ホイ君大人っぽいですね。そうですね。まあ顔は一番年上っぽいもんね。確かにパッと見で言うと確かにしっかりしてるし、はい、彼もでも今切り抜きがバクバク回ってきてるんで、あ、すごいですよ。たまに見ますよ、なんか結構下ネタに対してなんか相談みたいになってますね。あ、そうそうそう、あの下ネタ版ひろゆきって呼ばれてる人もいます。あ、そうですか。今多分2台で回ってるんですよ、ほんとひろゆきさんと同じぐらい回ってるか多分、ぐらい回ってて切り抜きが、すごいね、ゾロみたいですね。あ、そう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 、マジでそうですよ。だってもう本当にゾロみたいな、要は放置してたらあいつ犯罪者だからやばいやつじゃないですか、あいつって、やばいやつなんですよ。けど、この仕事してたら、やばい方がいいじゃないですか。でも一番しっかりしてるイメージですけど、俺。住人2期と戦った後も、なんかタトゥーはやめた方がいいみたいな。あ、すげえまともだなと思って、あれ本当に俺フォーに助けられたと思ってて、大炎上してましたよ多分。助け入れてたら大炎上で、僕コメント見てないから、わかんないんですよ。確かに確かに。うるわーみたいな。で、でも多分コメント見てたホイが、うわ、これやめさせてホイと思って言って、まあ僕も、ああ、まあ別にどっちもいいかと思ってなんていう。確かにね。なるほど。結構ホイは、マジありがたいっす、そこ、うんうんうん。最近よく助けてくれるっす。すごいですよね。客観的な視点を持ってますよね。はい、そうっすね。やっぱずっと配信してるから立ち回りがやっぱうまいっす、ね、最近はもう、めきめきしてるっすよ、あいつ。レペゼンってちょっと下品じゃないですか。いや、ちょっとどころじゃないです。大下品ですよ。そこをなんか正してくれてますよね。ああ、修正っていうことですよね。まあ、下品なはずないけどね、あいつも。綺麗に見えるっすよね、やっぱイケメンだし。確かに。言葉遣いとかもうまいじゃないですか。やっぱ女関係すごいですか。いや、まあ、すごいっすよ、もちろん。そればっかりは全員。全員。全員なんだ。うん。ええ。心当たりしか。間違いないし。いいっすね、自由で。あ、まあ、そうだよ。